ル始まるよ。こんばんは。今日ののえちゃんは動物病院に行ってきて、爪のカットと狂犬病の注射を打ってきました。夫に連れてってもらったんですけど、とってもいい子にしてたみたいです。昔若い頃は注射打つ前にキャーンって言って先生にまだ打ってないよって言われたこともありましたが、ねえなっちゃん眠たいよね。それでご褒美あげるからね。今日の動画はサッカーボールで遊んだ時の動画です。なっちゃんごめんね、もう終わりにするね。待て、